保守用車両が脱線し東海道新幹線が名古屋駅浜松駅間で運転を見合わせていることを受け全日空や日本航空は臨時便を運航しています全日空によりますと羽田空港と大阪の伊丹空港を結ぶ路線で合わせて4便の臨時追加便が決定し全て満席だということですこのうちすでに運行が予定されていた2便については 機体をより多くの乗客を乗せられる大型のものに変更したとしています日本航空でも羽田空港と伊丹空港を結ぶ路線で合わせて3便の臨時追加便の運行が決まりました一部で空席があるもののほぼ全てで満席だとしていますうち2便については機体を大型のものに変更したということです